こんばんばは思い出のの文文字字を形ににコンセプトに活動しておりますす長沢翼です、えー、今日はですね、現代社会においてできる時間のアプローチというタイトルでお話ししたいと思います。アメリカ合衆国の文化人類学者のエドワード・ホールの時間論、えー、こちらではミクロな時間に注目しております。 そのミクロなタイムというのは2つに分けられます。M タイム、えー、こちらはモノクロニックタイムの略称で、物事は一つずつ順番に起,こす、えー、起きるという時間の捉え方、えー、単一的な時間ということですね。もう一つが P タイム、えー、ポリクロニック、えー、タイム、えー、複数のことが同時に起こるという時間の捉え方、えー、多元的時間とも言います。えー、このの時間の 概念をです、ね、例えるのならば戦後の日本の時間概念は M タイムと言えますし現代は P タイムと肯定的に捉えることができるでしょうそもそも時間とは直線的な一元的なものではなくて複数、複線的な多元的な存在であるんですね 社会が複雑になってきている現代では、えー、多元的な時間が見えづらくなっているのも事実です多元的な時間を見える化して新しい価値や暮らしの可能性を見出すことがより生活を豊かにするヒントではないでしょうかそのような時代で時間にどうやってアプローチをするのか、えー、多様な価値が、えー、混在する今の時代ですねピータイムの、えー、考え方を軸に新しいコミュニティを作ったりとか、えー、学びの時間をデザインする動き、えー、シェアハウスでの、えー、生活時間を共有する動きなど多彩なライフスタイルが登場してます 自分ごととして考えるならば、エドワードのメッセージから現在行っている塗り絵コンテストというのがあるんですけども、これをどういうふうにデザインするかというのを時間の概念から考えてみましょう。まず多元的な時間の見える化としては、塗り絵コンテスト自体がそれに当たります。コロナにより行動に制限をかけられている期間、これは時間ですね、人々の心理をどうデザインするか。 おのおのが持っているエネルギーを塗り絵に表現してもらい、それを形式的にあるところ、今回でいうのであれば SNS に発信することで多元的時間を塗り絵コンテストという形で作品にすることができます。 ただ塗り絵自体これはいつでもできることなんですけども制限がかかっている期間だからこそこのエネルギーが入るのと同時に表現者としての問題定義が成立するという算段ですね表現者としてこの状況をどう受け止めるのか客観的な僕の行動に何を感じてもらえるのか自分にも何かできるのではないかと考えるきっかけに なるのではないか、そういったサブタイトルもこの企画には載せているのもあります。生活の時間を共有するのがシェアハウスで、えー、あるのであれば、アートを共有するのはシェアアートといると思います。 ただその時にこんな時期だからこその俺の作品を見ろというのはデザインに即してはいません複雑化された見えない時間や心理を加味してデザインによってアートを表現することができるということですね、えー、なのでエドワード・ホールの時間論をヒントにして出した答えがこの塗り絵コンテストというのもありまして限定的な非日常の演出ということでもあります、はいまあ、このような形で時間をデザインすることによって新たな価値や想像を見出すことができるというお話でした、はい、ではまた